観光情報番組読みたんラジオ。Presented by FM 読みたん。読みラジスタート。2013年8月28日水曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターは私、前川あやみでございます。ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。さあ、8月ももう残すはあと何日かな、3日。ね、早いですね。もうあっという間に9月に突入しようとしています。気持ちと、ね、は裏腹にどんどん月日が経っていくわけなんですけれども、さあ今日もどんな朝お過ごしでしょうか。週の半ば、週のちょうど真ん中、水曜日なんですけれども、ね、今日を乗り越えればお仕事あと2日です、ね。また土日、ね、お仕事の方もいるかもしれないですけれども、心軽やかに本日も過ごしていきましょう。さあ、観光情報番組読谷ラジオ、この番組8月1日から、ね、新しく始まった番組なんですけれども、どういった番組なのかなっていう、ね、方もいると思いますので紹介いたします。この番組、観光でですね、沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんにですね、読谷村の歴史や文化、自然、そして地域の声など、その他たくさんの読谷村の良さをお伝えしていく番組となっております。ガイドブックに載っている情報はもちろんなんですけれども、ガイドブックに載っていないようなディープでコアな情報も一緒にお届けしてまいります。この番組からの情報をもとにですね、皆さんがここ沖縄県読谷村の方に足を運んでいただくきっかけになればなと思っております。しかもですね、この観光情報番組読谷ラジオ、毎日朝9時から生放送でお届けしております。365日土日ももちろん休まず朝9時から生放送でございます。場所がですね、 FM 読谷本スタジオを飛び出しまして、読谷村高志保という場所にございます。体験王国紫村園内の駐車場の向かいにですね、 FM 読谷のサテライトスタジオがあるわけなんですけれども、そこの方から毎朝、この番組をお届けしておりますね。もう全面四方ガラス張りなので、ここのサテライトスタジオは、体験王国紫村さんの方に、ね、足を運ぶ観光にいらしている方々、もうすごい私ジロジロ見られていくわけなんですけれども、でも嬉しいですね。中で何やってんのかななんて興味を持っていただいたりだとか、ね、またこの番組を聞いていただいて、より、ここ読谷村を楽しんでいただければなという思いでございます。さあ、早速ですね、いや早速ですねというか、読谷村の場所なんですけれども、皆様にご紹介いたします。読谷村、沖縄本島の、中部中上郡にある村となっておりますよ。来年にはですね、日本一人口の多い村としても任命されます。23のあざからなるここ読谷村なんですけれども、そんなね、読谷村の魅力と読谷村のイベントごとなども織り交ぜながら、この番組で、皆さんにお届けしていきます。読谷村へのアクセス方法なんですけれどもね、那覇
の方からいらっしゃる観光の方々、ね、観光にいらしている方々は、那覇から名護向けにですね、国道58号線を走らせていただいて、ね、一番国道58号線を使うのが、ピュンと行ける方法かもしれないですね、はい、いろんなあの場所に、ね、滞在されている観光にいらしている方々多いとは思うんですけれども、ね、国道58号線を名護向けに登っていただいて、そしたら読谷村もね、那覇そして新都心浦添茶壇過ぎまして嘉手納も過ぎてもうすぐそこは読谷村というふうになっておりますね。まあ、あの標識などもありますので読谷村ですね、あの突入しましたらまずはですね、読谷村役場の方に向かうようにですねナビに読谷村役場と入れて、ね、まずは読谷村の中心の方に訪れていただくと、でそこから、よりコアな、ね、細かい読谷村の、ね、ところ場所足を運んでいただければと思います。ね、村役場の方に着いたら、ね、村役場の方にもどこに行ったらいいかなとかもしかしたらね、聞いて教えていただけるかもしれないですし、ね、地域の方々も集う場所なので、ね、よりローカルな読谷村を楽しめると思います。さあこの番組ですね、まずはお天気情報をお伝えしまして、このあと15分の CM 明けには読谷なんでも調査団ございます。そして9時30分の CM 明けにはですね、本日は沖縄スカイ観光サービスの方から、素敵なゲストさんをお招きして番組をお届けいたします。そして最後45分の CM 明けには地域の声、ね、皆様に、私たちが取材して、いただいてきたお声をラジオに載せて皆様にお届けいたしますので、10時までの1時間どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。本日のナビゲーターは私前川あやみでお届けいたします。いたしました。本日のお天気情報を皆様にお伝えしてまいります。本日8月28日水曜日、南東の風のちやや強く晴れ、波が2メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率の方が午前午後ともに 20% となっております。そして日中の最高気温なんですけれども33度とね、なんだかまた夏日に戻ったような気もいたしますけれども、明日がちょっとですね曇りそして雨の予報が出ていますので、今日ねお天気がいいうちにいろんな場所にお出かけになられてみてはいかがでしょうか。そして、お天気情報ですね、いつものように読谷村宇佐という場所にございます。残波岬手前お菓子御殿さんの近くですね、はい、ティータサンさんというレストランの方からもお天気情報をお伝えしてもらっております。では早速読んでみましょう。おはようございます。おはようございます。はい、ティータサンさん松田です。はい、本日プリティ松田さんでね、情報をお届けしていただくんですけれども、はい、はい、早速、ティーダさんさんレストランの上空そして海の状況などを教えていただけますか。はい、そうですね、岬の方ですとちょっと黒い雲がかかってきています。ちょっと雨雲みたいな
のが広がっているんですかね。暑い、はい、雲が流れてきていますね。あ、なるほどなるほど。ちなみに海の様子などっていうのはいかがですかね。はい、海はまだ穏やかな感じは見えますけども、ちょっとね、あの台風も発生しているみたいなんですけれども、白波なども特に今は大丈夫ですか。はい、見えないですね。はい、ちなみにマリンレジャーに訪れている方々などの姿はいかがですか。今夏休みは終わる頃で、周りにはまだ人影は見えないです。あらでもね、逆に空いてるということにもなるので、まだ ね、 そうですね、今日あの、ね、はい、お時間がある方は穴場かもしれないですね。はい、そうですね。はい、ちなみに、読谷村宇佐にございます残波岬手前ティーダサンさんの近くっていうのはどういったまた観光名所などがあるんでしょうか。はい、そうですね、残波ロイヤルホテルさんではビーチの今マリンジェットとか、あとそういうのを楽しんでいる方も見えるんですけども。なるほどなるほど。はい、またあのロイヤルホテルさんにプラスお菓子御殿さんなども近くにあるんですよね。ありますね。はい、やっぱそちらの方に立ち寄って、そして、残波岬、はい、灯台だったりね、足を運ばれる方も多いんですかね。やっぱりそうですね、流れとしてはそういうお菓子御殿さんに来て、灯台の方に、今灯台ちょっと上に登れないみたいなもんですから。そうなんですね。はい、何か工事中ですか。なんか去年一昨年ぐらいの台風でちょっと破損してる部分があるみたいで。あら、はい、まだ修理はなってないみたいな沖縄には台風の爪痕なども残るわけなんですけれどもねはい、そうなんですか。でもね、景色そして灯台を眺める分には申し分ないんですかね。ない、そうですね。はい、なるほど、わかりましたね。皆さんこのように読谷村宇佐残波岬手前のティーダサンさんですね、レストランなんですけれども、その周辺にもたくさんの観光名所ございますね。そこら辺一帯に来ればですね、食だったり自然だったりマリンレジャーいろいろ楽しめますので、ぜひ、訪れてみてはいかがでしょうか。ということで本日もね、ティーダサンさん憩いの広場のね、ティーダサンさんの方から今日はプリティ松田さんよりお天気情報、そして周辺の観光名所なども教えていただきました。プリティ松田さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は午前9時13分になっているわけなんですけれども、ね、皆様にお天気情報をお伝えいたしました。で、読谷村宇佐残波岬手前にですね、ティーダサンさんというレストランがあるわけなんですけれども、そちらですね、レストラン自体はまだ、改装工事中なので近日オープンとなります。ね、そちらオープン日が決まりましたら皆様に、情報をすぐにお届けいたしますので、楽しみにお待ちください。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、沖縄スカイ観光サービス他各社の提供でお送りいたします。さあ10時までの1時間ね、観光情報番組読谷ラジオを聞いて知らなかった読谷、改めて再発見する読谷など、一緒に楽しんでいきましょう。皆様からのメッセージもお待ちしておりますよ。 fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp となっております。地域の方はもちろん、観光にいらしている方、今まさにレンタカーでこの観光情報番組読谷ラジオを聞いている方からのメッセージバンバン受け付けております。皆様からのメッセージお待ちしております。
観光情報番組読谷ラジオ。さあ CM 明けまして、時刻は午前9時17分に間もなくなろうとしております。観光情報番組読谷ラジオ、続きましてはこちらのコーナー、読谷なんでも調査団。さあ CM 明けまして、読谷なんでも調査団のコーナーでございます。どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団のコーナーでございます。さあ、こちらですね、皆様にね、ナビゲーターである私、そしてもう一人のナビゲーター比嘉雅也さんがですね、自ら取材に行って、読谷村の観光名所やね、絶景スポットなど皆様に情報をお伝えしてまいります。本日の、お届けする内容はですね、もう一人のナビゲーターであります雅也さんがですね、取材してきた内容を皆様にお届けしたいと思います。では早速行ってみましょう。さあ、私が今来ております場所、読谷村戸口の戸口ビーチでございます。ビーチということでね、海が広がるビーチでございますよ。この場所、駐車場の、向かいの方には戸口公園、そして、駐車場から入ってすぐ右手の方には戸口ビーチが広がっており、奥の方には展望台もある、本当に、一度に3つおいしい場所ということで、今、ご紹介するのはその戸口ビーチのご紹介なんですけども、この場所、バーベキューもできる場所ということでね、今日も、まあ、平日に関わらず多くの家族連れが来ておりますけども、真ん中の方には戸口カフェ、はなりごわというね、カフェもございます。こちらでね、冷たいかき氷なんかをねいただきながら、夕日が沈む、ものを見ながらね、美味しく、過ごしていただくことも可能でございます。そんな戸口ビーチのご紹介ということでね、もちろんこちらも西海岸が、ご覧になられると思いますけども、真ん中の方には自然が織りなす、岩、海の岩でしょうかね、浮かんでおりますけども、本当に神秘的だなというふうに、見た感じになります。その、戸口ビーチ、今、夕方、5時前でございますけども、その夕日がね、まあ、夕日になりつつあるこの太陽が海面に映っていて、その海面がキラキラと輝いて見えております。まるで万華鏡かのような感じで綺麗に輝いているものも見えますし、そしてあのビーチということで砂浜もございます。その砂浜でご家族連れがね、何でしょう、子どもたちが今アーマンゴアを撮ってるのかな。アーマンゴアというのはヤドカニですね、ウチナー方言でアーマンゴアというんですけども、ヤドカニを撮ってるんでしょうか。本当に和気あいあいしている風景も、見受けられます。そしてバーベキューをしている、方もいっぱいいますね。平日なのにお休みなんでしょうか、羨ましいですね。私も肉食べたい、わけでございますけども、そんな話はいいんですけども、この場所、本当にアクセス、簡単にできますよ。読谷村、大湾交差点をですね、戸口方面にずっとまっすぐ行ってもらうと、そのまま戸口公園にたどり着けるわけなんですけどもね、目印は大湾交差点ということで、はい、ぜひ、観光で沖縄に、そして読谷にいらした方はこちら、でね、楽しく過ごされてみてはどうでしょうか。でね、こんなに人がいっぱいいるのでちょっと声掛けをしていきたいと、いました。あ、すいません。ちょっとお声掛けということで、お声掛けじゃない、声をちょっと取材というか、マイクにの、あれ、なん、あ、あれ、
前のあれ FM 読みたんいうやつちゃうの、宇佐海岸で途方に暮れてた、名前何でした、パンダ2号やあ、パンダ2号さん、何やってるんですか今。今日はニライカナイに旅行に行ってて、はいはい、ニライカナイの方に旅行に行ってて、あーちょっと行ってる意味がわからないですけども、ニライカナイに旅行に行ってたということでね、今日も一人なんやけど、はいはい、今日も一人なんやけど、え、今日も一人、もう友達も寝ててまだ、まだな、日光アリビラで、あ、え、日光アリビラでまだ寝てるから、あ、ザンバルヤルさんではなく、はい、アリビラで、アリビラで、あ、そうなんだ、え、今夕方5時ですよ、まだ寝て、もう昨日も夜遅くまで飲んでもってたから、あ、そうなんだ、ちなみに滞在期間ってどれぐらいなんですか、滞在期間、沖縄2週間ぐらいちゃうかな、2週間、はい、あ、そうなんだ、はい、ちょうど、1週間前ぐらいでした、取材した、そうでしたよね、そうでした、そうやった、そうやった、わかりました、じゃあパンダ2号さんどうですか、戸口ビーチ、またね、この前おったビーチ、はい、宇佐の、宇佐のビーチ、宇佐海岸、はい、宇佐海岸はこう砂浜がぐわーっと広がってる印象やったんですけど、ここはあれですね、こう森と公園とのこのなんてこう融合で、ビーチもあって、あって一堂に3つ美味しい場所、まさに、ほんまその通りだと思います。どうですか大阪の人間からして、いやもうこんなとこ見れないですよ、でこの、あの展望台行ったんですけどね、あ、行きました、さっき行ったんですよ、はいはい、行きました、今から行きます、あ、そうなんですね、行ったんですけど、もうそこデートスポットですね、完全に、え、ちなみにパンダ2号さんはご結婚は、それはされてないし、されてない、じゃあプロポーズはぜひ沖縄に来て、せやな、戸口の、ね、それはな、はい、もう心に誓ったよ、なるほど、あの景色を見ながら、なるほど、うん、その前にじゃあ相手を探さないといけないということ、それはまあそれはおいおい考えよう、わかりました、うん、ありがとうございました、うん、じゃあ、うん、もう今日はまたこれから予定はアリビラやな、あれ、え、アリビラ、アリビラアリビラにアリビラに行くんですか、アリビラに戻って、なるほど、はい、おい起きろよ言って今から普通出る前に起こさないですかもう起きへんかった、あ、そうなんだ、あ、わかりました、じゃあアリビラに戻って友達を起こす、せやな、で今日を終えるという、そうです、あ、わかりました、そうですよ、じゃあまた、はい、どちらかでお会いするかもしれないんですけども、そうですね、その時はまたお願いします、2度あることは3度ある言うから、あ、なるほどと、はい、はいはい、言ってる意味がわからないんですけども、そういうわけでパンダ2号さん、宇佐海岸でね、偶然にもお会いしたパンダ2号さん、戸口公園でも途方に暮れて歩いてたところを、インタビューしてまいりました、というわけで戸口ビーチのご紹介でした、ありがとうございます、いえ、ありがとうございます、はい、ということで皆様にお声をお届けいたしましたのは、読谷村の、戸口というね、場所にございます戸口ビーチのご紹介でした。いやー、戸口なんかね、インタビュー面白かったですね私もねこれ聞いてね、あの笑ってたんですけれども、いやー、戸口ビーチね、行かれたことある方、地元の方はもちろんですね、実際にあの観光にいらして、戸口ビーチの方に、足を運ばれた方いますかね。戸口ビーチ、あのキノコ岩とかもある、ね、ビーチになっているんですけれども、面白い形の岩も見れたりだとかね、します。そしてね、何より夕日がね綺麗なんですよ、本当に夕日が綺麗もうですね、あの夕日の、ね、沈む時間になると、観光にいらしている方々、そして地元の方々みんなですね、何も喋らずともね、ずっとその場にですね、ぼーっと座って海のね水平線の方を眺めてねいるわけなんですけれども、顔がオレンジ色に染まってですね、本当に、まったりとした沖縄時間っていうのをですね楽しめる場所となっております。ここ沖縄県読谷村ですね、というさ、あの、地図で見てもね分かるように、ちょっと左の方に半島を突き出ております。なのでですね、もう海がね、ビーチが本当に豊富な、村となっているわけなんですけれども、はい、あのぜひ観光にいらしている方々ですね、いろんなビーチ訪れてみてね、どこのビーチが私のお気に入りよなんてね、お気に入りまで探してみてはいかがでしょうか。ちなみにこの戸口ビーチですね、バーベキューもございます。あ、バーベキューもございますというかできますね、私は地元の人間なんですけれども、
バーベキュー戸口ビーチで実は、よく、させていただきます。何がいいかって言いますとですね、本当に、バーベキューをして、出たゴミなどをですね、そのまま、きれいにまとめておけばその場に置いて、あとはスタッフの方が、ね、片付けをしてくださるというとっても親切なビーチにもなっております。いやー、やっぱね、バーベキューなんかするとですね、どこにゴミを持っていけばいいんだろうとかね、観光にいらしている方だったらなおさらそういった、ね、ことちょっと懸念事項としてあるとは思うんですけれども、戸口ビーチの方でのバーベキューの際には、そういった心配はいりません。はい、ぜひ、戸口ビーチ、読谷村の戸口ビーチの方にですね訪れて、景色も楽しみつつ地域の方とのね交友の場にもなるかもしれません。ぜひ足を運んでみてください。以上、読谷なんでも調査団、本日は読谷村の戸口ビーチ皆様にご紹介いたしました。読谷なんでも調査団ご紹介いたしまして、 CM まで読谷村出身アーティストの曲ご紹介いたしましょう。千葉な辰巳さんで新しい世界。さあ、 CM 明けまして観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。場所は読谷村高志保にございますサテライトスタジオから毎日生放送でお届けしておりますよ。9時30分の CM 明け、続きましてはこちらのコーナー、一緒に旅してみないか、沖縄スカイ観光情報。
さあ改めまして、毎週水曜日9時30分の CM 明けのコーナー、スカイ観光情報を皆様にお届けいたします。こちらのコーナー、沖縄スカイ観光サービスの情報ですね。読谷村で唯一の旅行業者となっています。地域コーディネーターとしてお客様に地元の魅力を発信する沖縄スカイ観光サービスの情報となっております。さあ、私がですね、冒頭の方で皆様にお伝えしました通り、素敵なゲストさんが今日はなんと豪華に2人もですね、スタジオに入っていただいております。ユーストリームでね、ネット放送をご覧の皆様はもうお気づきかと思いますがね、早速ご紹介いただきましょう。ご紹介いただきましょう。お名前いただきましょう。はい、じゃあ社長からよろしくお願いします。はい、はい、村民の皆さんおはようございます、お世話になってます、スカイ観光の大城です。はい、今日もまたよろしくお願いします。はい、大城社長っていう大城社長今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、そしてもうお一方。はい、玉木千春です。今日千春にしようかな。今日は前はね、津春さんってなってますけどね。本日は、大城ひかる社長そしてそしてどうします、私はい、そして、玉木千春さんが沖縄スカイ観光サービスの方からスタジオの方に入っていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ね、なんと寂しいことに本日がスカイ観光さんね、とりあえずは最終回となるわけなんですけれども、そうですね、お世話になりましたね。6月からね、毎週この番組持たせていただきましたね。今日が最終回かな。そうですね、またね、また改めてどっかで企画しましょうね。そうですね、はい、お世話になりました。はい、ありがとうございます、ね、この観光情報番組の前、ゆくるリゾートの時からも、ね、お世話になっているスカイ観光さんなんですけれども、ね、いつもスタッフさんが一人一人がですね、すごくパワフルなんですよね。だからもういつも私の方がすごい圧倒されてですね、元気をもらってね、ラジオを一緒にお届けしてきたわけなんですけれども、とりあえずは今日がね、一段落一区切りの最終回となります。ぜひ皆様この15分間ね、お耳を拝借ください。そしてですね、スカイ観光さん、先にですね、来月、いや再来月になりますかね、10月にある、ね、イベントあるんですよね。そちらのご紹介早速先にいただこうかと思います。はい、じゃあ私の方からね、はい、今お話ありましたようにね、日々観光客の、ね、誘客を図ってますけども、はい、取りまとめてちょっと大きいのがですね、10月、はい、後半23日からですけどね、この読谷村で、はい、大学の学会ですね、はいはい、でちなみに日本機械科学会という設計工学の先生方、教授の皆さんをですね、ああいう大学は全国を飛び回りで学会を開いていますけどね、それを読谷でやりましょうよということでですね、声かけいたしまして、ここで、2回目になるんですけどね、はいはい、前回も非常に好評だったんで、はいはいはい、じゃあ今年もまた読谷で、沖縄の中でもじゃあ読谷でやりましょうということでですね、今ここ全国の大学の先生方から募集を図っている状況ですね、はいはい、10月の23から25日2泊3日で読谷 の文化センターをですね、役場の会議室をとお借りしてですね、はいはい、学会を終日やっていこうと思ってます。はいはいはい、はい、こういったね、大きな講演会イベントとなっているわけなんですけれども、はい、こちらまたどういった経緯でスカイ観光さんも一緒に手掛けるっていう形になったんですか？はい、これ最初にやったのは3年前かな、はいはい、第1回やったんですね、はい、でその時も、やるきっかけはいろんな経緯があって、これも人のご縁でしょうね、はい、人のご縁の中から機械科学会のこの担当の先生と縁がありましてね、はいはい、でぜひ我々読谷村見てみてくださいということでですね、はいはい、その時も村長と一緒にですね、はい、役場の施設をご案内しましてね、で一発で気に入りましてね、それじゃあ通常そういう学会は市内でね、はい、市内でやって、はい、その近くの大学の講堂を借りてやるというパターンが、はいはいはい、全国的に多いんですけどね、そうですね、こういうね、リゾートといいますか、はい、そういう地域でね、
というふうな形での企画提案をいたしましたら、うん、そういったご縁でですね、はいはい、こういう学会になっているという状況ですね。はい、なるほど。これ、毎年、毎年本日で、あ、本日今回で3回目、読谷では2回目、この学会そのものも毎年、はいはい、全国 で、あちらこちらで輪番制でやってらっしゃるんでしょうね。その中から沖縄県、そして読谷村の方で、ね、こういった学会が開催されるっていうのはすごくなんかこう、はい、読谷村民としてもちょっと誇らしいことですよね。もうなんか一番最初にっていうか、その3年ぐらい前ですか、はい、した時にもう相思相愛みたいな、ね、そうです、ね、それでもう好いた好かれたでもう今回みたいなことですよね。だからさっき言ったようなこの人との関係でっていうけど、うん、やっぱり人が織りなすものっていうのは、うん、大きいでしょうから、うん、あ、この人がいるんだったらここでやろうかなとか、はいはいはい、ね、いうところでこういうのが進んだっていうことですよね、うん、今回もね、はい、うん、あのね、スカイ観光さんいつもね、こうやってスタジオに入ってくださってお話しする中で人とのつながりっていう言葉が必ず出てくるわけなんですけれども、やっぱりこうやってこう地域の方から、つながって、でいろんな方県外からもつながって、こういう学会もね、そういう人とのご縁で、ここ読谷村で開催されるっていう風にね、つながりがつながりを呼んで、こういう、ね、読谷村でのイベントが開催されたりもするわけなんですけれども、やっぱり、人とのつながりっていうのは、そうですね、スカイ観光さんの中では、はい、ま、そういうか、あの旅そのものがね、はい、旅行そのものが、観光そのものが形に見える商品ではないんでね、もともと形には目にする形のものではないんでね、はいはい、そういった面ではどうしても人と人というものに重きがいくでしょうね。だから旅もね、やっぱりあの人に会いたいみたいなものもあってね、うん、だから今回の大学の先生方も先月はちょっと久しぶりに東京行ってね、はい、この打ち合わせをしてきましたけどもね、はいはいはい、また向こうでもだいぶ歓迎されましたけどね、さらに絆を、ね、深くしながら、じゃあ成功させようやと、はい、なるほどね。皆さん10月23日水曜日から10月25日金曜日、ね、会場はどちらの方になるんでしょうか。メイン会場はもう文化センターの、はい、中ホールから、はいはい、向こうの講座室すべて貸し切って、はいはい、あと役場の本庁の大会議室ですね、そこもお借りして、各文化会からずっと終日、日本の幕府の最高なレベルの、はい、先生方のそばで見ているからちんぷんかんぷんですけど ね、 ね、ちょっとまたね、専門的な分野にはなるかもしれないですけどね、特に機械工学でですね、我々が知らない世界ですけどね、はいはいはい、うん、ね、読谷村でこういうふうになんかこう学会が行われるっていうのってすごくまたいい意味でギャップもね、そうありますよね。やっぱり、はい、読谷に住んでて、私ね、こうやって社長に言うとね、社長が、はい、嬉しそうな顔はしないけど、やっぱり読谷は田舎なんですよ、ね、この田舎っていう売りがある、はいはいはい、ね、っていうのを、この田舎が悪いわけじゃなくて、田舎って言われるとなんか悪いイメージ取るみたいなんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、田舎っていうのはもうみんなが懐かしく思うものだから、はいはいはい、そこにまた戻ってきたくなるような何かがあるっていうことで来るわけで、じゃなければ那覇市でいいし、浦添市でいいし、ね、宜野湾市でいいしっていう大きなところで、ね、その方が交通の便が良くて、はいはいはい、もう読谷反対に入ったらもう3日間出られないですよ、どこにも出さないから、ね、だけど出さないんだけど、どこにも出さないけど飽きさせない工夫を私たちはしたいと思っているんですよね。だからこう、ぜひいらしてくださいって言って、チケットはい売りますよ、はいはいホテル売りますよだけじゃなくて、こっちに来て楽しく過ごせるようにっていうアレンジをするのが、この地域コーディネーターの仕事として私たちが役割を担っていることだと思うんですけど、はいはい、で私たちは、まあ、読谷のことを知っている、で、それで読谷の人たちとのこの間を取っていろいろ話をつないでいくっていう仕事、はいはい、まあ、先ほどね村長の話もありましたけど、村長にもこんな風にじゃあプレゼンしましょうかっていう話とかをしたりとか、はい、ね、一緒にこう作っていくものっていう感じですね、うん、具体的にはね、はい、例えばね、パーティー開くんですよ。パーティー、懇親会、まあまあ、この全体では、まあ、懇親会みたいなことで、はいはい、皆さん方がね、この、はい、機械学会の方々が、はいはい、たくさん集まって全員で、うん、まあ、
懇親を深めましょうっていう会なんですけど、それをじゃあどこでやりますかっていうことですよね。はい、そうですね。どこでやりますか、何を食べますか、何を見せますかって、そういうこととかを私たちが企画をする、はい、あー、なるほどな。よりね、そこに参加する方、その場所に一緒にいる方により、充実した濃いね、思い出深い時間を作っていただくっていうことに本当に、いつも全力で、取り組んでいただいているわけなんですけれども、そうですね、そういう今回もね、はい、我々今水面から、ね、お互いではいろんな企画を今練っているんですけどね、はいはい、いかにどのような形でおもてなししようかなという感じですね、はい、前回もそれ基本的なそれがね、普通の学会にはない、はい、読谷でしか味わえない学会ということで、本来だったら輪番制だから42都道府県あるんで、40番目にしか来ないんだけども、はいはいはい、それがもう3年後にすぐや沖縄良かったんでやろうということで、向こうの総会で決まってね、はいはいはい、非常に嬉しい限りですけどね。ここ読谷村でしか感じきれない何かがきっとあったんでしょうね。なるほどね。でもこれね、はい、私たちがどんなに努力しても天気だけは変えられなくてね、うん、そこはね、そうですね、もうみんなで、ね、行いよくして祈るしかないんですみんなの、ね、日頃の行いが、そうそうそう、村民の皆さんよろしくお願いいたします。学校の先生方もいろいろね、また気を使っていただいてね、はい、ぜひまた一つは地域にね、これだけお世話になるんでということで、はいはい、まあ、前回もさせていただいたんですけどね、はいはいはい、今年もね、せっかくですから、読谷高校のね、これも学生に、はい、東大の、はいはい、先生の講話をね、ということで、まあ、今校長先生とも進めてましたね。あ、なるほどな、はい、ですから、はいはいはい、日本のね、その機械学会のそれをね、まあ、高校生が分かりやすいような感じでですね、お話しいただくということもですね、していただこうかと思ってますけどね、はいはいはい、ね、こういう学会っていうとね、ちょっと固く聞こえるかもしれないんですけど、うんうん、地域のね、こういう子どもたちも一緒に参加して、はい、ってなると、すごくまた親近感も持てますし、そういった部分も会館校さんが手掛けてくださっているということでですね、より、この読谷村で行われるからには、より親近感を持って、ね、寄り添えるようなイベント作りに、しようとね、いつもスカイ観光さん、はい、すごくね、皆様のためを思って毎日駆け回っているわけなんですけれどもそんな大げさな話なんかすごいことバンバンアピールしてただね、もうね、はい、最後だからあれですけどね、私たちやっぱりこの感動デザインカンパニーっていうのを表に出して、それを目指してるのね、はい、私たちがまだここまでの領域に至っているかっていうと、そこはまだ難しいところあると思うんですけどね、皆さんからお叱り受けながらっていうところあると思うんですけど、はい、でもこの感動デザインカンパニーカンパニーになりうるべく、何を皆さん方に提供できるかって、それは内地に向けてものアピールもそう、世界に向けてもそうですけど、反対に村民の方々にも感動していただきたいから、感動していただけるような旅のお手伝いをしたいっていう、そこが一番のこのですよね、社長。そうです。なるほどなるほど。そう、それはいろんなね、はい、社さん身近なバス旅行にしかり、いろんなのに通じるもんですからね。はい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 、それを元にやってます。わかりました。はい。またちょっと CM 明けまでね、いていただきましょう。
このラジオは何ね、観光情報番組読谷ラジオだよ。あんどやんな。さあ、観光情報番組読谷ラジオ9時からスタートしているわけなんですけれども、早いものでもう9時45分、いやもう時間は9時47分を回りました。さあ、30分の CM 明けからですね、スタジオの方に、入っていただいております、沖縄スカイ観光サービスの、ね、大城光社長、そして玉城千春さん、まだね私のお願いでちょっとスタジオの方に残っていただいているわけなんですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、先ほどですね、ご紹介いただきましたある講演会、もう一度ちょっとお名前、日にち、そして会場だけお伝えいただけますか。はい、今回第23回になるんですが、日本機械学会設計工学システム部門講演会ということで、日にちはですね、10月23日水曜日から25日金曜日、読谷村文化センターを中心に行われます。で、第23回とありますけど、23回全部読谷でやってるわけではないんですけど、今回は3年ぶりにまたこの機械学会の方々にお越しいただいて、読谷で3日間を過ごしていただいて、学会をしていただいて、楽しんでいただいて、そしてお帰りいただこうということを私たちは今お手伝いしています。あ、はい、なるほどね。スカイ観光さん、本当にいろんな、ことを手掛けているわけなんですけれども、こういったね、学会なども地域の方にね、いらっしゃる学会さんの皆さんと一緒に、地域を盛り上げていこうというね、動きもされております。他にあのスカイ観光さん、またこういった学会とは別で、普段はどういったものをされているかというのも普段お伝えいただけますか。はい、普段はですねもうざっくりしたざっくりした質問になりました。ちょっと1時間ぐらい時間もらっていいですかね普段はね、一番はまあ皆さんの目につくのは民泊だと思いますね。はいはいはい、ね、民泊でも、民泊っていうと修学旅行生が中心なんですよね。はい、でも今度それを今度一寿司プランという一般向けの民泊にして、一般の方々でも読谷のそのお家に泊まってね、いただけますよ、そこで体験をしていただけますよってプランも手掛けています。それから、まあ、これはちょっと細々なんですけど、農業体験、はい、農業体験も読谷村にあるその畑で、あのちょっと土とね、あの遊んでみませんかっていうのをしたりとか、あとはバリアフリー、バリアフリーって言っても完全ではないですけど、はい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 、障害をお持ちの方でもやっぱり安心安全で出かけたい、はい、それのお手伝いで、その時にやっぱり手続きがいろいろ必要だったり、他にもちょっと気をかけないといけないことがあったりとかしますから、そういう旅行のお手伝い、はいはいはい、でこうしたまあ旅行の手配っていうことは、まあ、まず一つにはその普通に、まあ、どこの旅行会社でもあるようなカウンターの業務なんですけれども、はいはい、いらっしゃいませしてから、どちらに、ね、お出かけですかみたいなこととか、そういうこともやってますし、その他には今これ言ったマイスっていうんですけど、はいはい、このコンベンションっていうか、こう大会ものですね、うん、っていうののお手伝いで、今回のこの機械学会の場合には、はい、もうほとんどの全てに関わってお手伝いするんですけど、はいはいはい、それ以外にも皆さんがワクワク楽しみにしている10月の頭にあるモンパチ、モンパチとかの時にもちょっとお手伝いします。そうなんですか。歌うんじゃないよ、はい、ね、ステージに出てきたりしてねデージとマンゲル、そうか、あの What a Wonderful World、うん、そうそうそう、もう少しスカイ観光さんが 手がけている部分があるということで、うん、はい、それもね、あの、はい、もう今度3回目そうですね、最初から初年、あの最初の時からですけど、あの、うん、シャトルバス、はいはいはい、あの、の役場のね、はい、向こうから会場までの、はい、あのシャトルバスの運行は全てうちの方で、はい、あれ結構スムースじゃないと印象悪いんですよ、はい、うーん、私もあの野外フェスとか行くんですけど、はいはいはい、あれで待たされたらもうとっても嫌なんです、ね、そうですよね、お客さんとしては ね、はいはい、だからやっぱりそこもね、あの、うん、なんていう、このたったシャトルバスなんだけど、はい、たったそれだけなんだけどねあの全部の運営ではないから、うん、でもやっぱりその一つ一つが読谷村の印象を決めていくだろうと私たちは思っているので、はいはいはい、まあ、そういう小さなことにも頑張らないといけないかなという感じで日々思っている、はい、本当に私これは知らなかったですね。本当にいろんなことを手掛けているんですね。何でもやだわけよねえ、そんなね、感動デザインカンパニー読谷村唯一の旅行業者スカイ観光さんなんですけれどもね、私たちの使命は旅行を通して関わるすべての人が幸せ、
輝き楽しくなってもらうことですというふうにね、打ち出しているわけなんですけれども、さあもう時間がですねあと3分もないということで、私本当にすごく寂しくてスタジオから出したくないんですけれどもありがとうございます。今日はなんかシーサーみたいに映ってるさ私たちねえ、ネット放送の方もねぜひ皆様ねご覧いただきたいんですけれども、とりあえずねスカイ観光さん今日がとりあえずは最終回ということで、はい、ね、この番組に番組を通しての、感想そしてメッセージそして、観光情報番組よみたんラジオを聞いてるあの皆様に、メッセージ、ぜひいただければと思います。はい、ではじゃあ社長からよろしくお願いいたします。はい、はいはい、6月から、ね、3ヶ月間お世話になりました、あのスカイ観光としての、ね、情報発信ということでさせていただきまして、はい、ありがとうございました。今、ね、3ヶ月もたって我々がやっている業務を、ね、いくつかあの ご案内申し上げたんですけどね、はい、今後も村民の方々を皆さんをこう外の方へアウトの方と、はい、それからいかにして読谷に誘客するかという2つの2本柱 です、ね、今やってますので全てに通じるものは先ほどあなたが申し上げた感動デザインカンパニーということでね、で今後は我々単独では物事何一つできませんからね、はい、そういった面ではやっぱり観光協会もちろん行政等々ですね多くの方々と連携を組まなくちゃやれないことなんですね。我が社だけで物事が達し得ることはできないもんですからね、はいはいはい、で今後も村民とお方々にもご協力いただきながら、はい、一緒にいい観光、はい、旅行を作り上げていきたいとそのように思ってます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さあ観光情報番組、うん、読谷ラジオこの番組は読谷村商工観光課沖縄スカイ観光サービス他各社の提供でお送りいたしました。さあ今日はですね30分の CM 明けからスカイ観光の大城社長、うん、そして玉城千春さんに最後までお付き合いいただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、さあ皆さん読谷村でお会いしましょう。